私リカちゃんよ。昨日のハイキングとっても楽しかったわ。空気のいいところ歩くっていいわよ。だからお腹がすぐ空いてすぐ食べられて、リカまた行きたくなっちゃったな。今度はあなたと一緒に行きましょうね。楽しみに待っててね。ゴーヤです。ゴーヤ、店の通りのゴーヤですけども、これはうちの庭で作ったゴーヤです。今日は2本収穫したんですけども、まだあと4個か5個ぐらい戻してます。随時土に行こうと思うんですけども、これだけ大きいとなかなかね、美味しいですね。やっぱり食べるとしたらゴーヤチャンプルかな。あれが一番美味しいと思います。今日もまた美味しいものを食べたいと思います。ということで、今日の夕食なんですが、ゴーヤチャンプル、山菜の味噌汁ですね。漬物、この赤いのがゴーヤの種、こんな赤いお汁ですよ。それでは食べていきましょう。うまい。このゴーヤ、一組しっかりしてるだけ、全然苦味はね、旨味だけが残ってる感じ。うん、うまいな。若い頃はね、ゴーヤチャンプルなんてあんまりなかったし、食べた思い出じゃないですね。初めて食べたのが、社会人になって1年目の歓迎会みたいなところで、居酒屋やったんですけどね、その時は初めて食べた。それに苦味があるなと思ったけど、美味しくてね、大好きになりましたね。
ちょっとゴーヤの麺を食べてみます。甘い。びっくりする。その、めっちゃ甘いんだけど、なんか自然な甘みがありますね。今日のゴーヤは、去年食べたゴーヤの種をまいて育てました。去年はね、一度ダメだったんですけどね、今年は順調に育てて、まだあと何個かありますよ。天候は暑かったけど、それを栽培したのかな。ジムでも病院でもね、体温を測ってからじゃないと大変ですよね。熱のある人は特にダメだということで、なんかそういうことになってますけども、ハマっちゃいましたね。楽しくてしょうがないっていうか、結果出すのは時間かかるんですけど、毎日毎日やってればね、成果は出てくるんで。今回は自粛とかね、3密とか言われてますけど、もともと思ったんですけどね、本当に自粛してしまえば何が楽しみあるのかなと思って、趣味らしきものがないから趣味を作ろうと、一年に一つずつね、そしたらかなりのおかずになるんじゃないかな。昔ね、ゴルフの打ちっぱなしによく行ってたんですよ。あれはいい運動になったし気持ちよかったな。今日はね、ジムで体重とか脂肪とかいろいろ検査したんですけども、体重はベストより大幅に超えていますし、印刷した紙が出てくるんですけどもね、体内脂肪が高いに入ってて、主催者が1300、1300なんてあっという間に取ったもんね。そう言われてもお腹空きますからね。すぐにすれば何とかなるかもしれないけど、それもね、体に良くないし。今一瞬、意識をなくしていた。何にも考えてなかった。食べることに専念するとこうなるんでしょうね。飼ってた犬が出てきたんですよ。で、犬も横でね、尻尾を振って飛びついてきて、そんな夢だったんですけど、目が覚めたらもういないなってことを見てね、やっぱ切ないね、犬を飼うとね、よくでもらっちゃうけど。
すぎる。すごいうまい、これ。ゴーヤーがいい味出してるから。今年もそういうことで行けなかったな。海水浴したいのにね、なかなか動画つかずにダメだった。例えばじゃあ目標を来年の夏には海に行こうというふうにして海水浴なり釣りなりに活かして楽しもう。まずこれは我々は目標が見つかってるぞ。僕らの友達次第というのもいい年越えてきてだいぶ変わりましたね。道くれも変わりましたしね、まあ、道くれが一番かな。この中いいですが、頭のてっぺんがもう髪が抜けちゃってカッパみたいになってるんですよ。色が黒いからね、黒カッパって呼ばれてるんですけど、黒カッパって焼酎のネーミングにありそうじゃないですか。ゴーヤージャンプの完食です。この余った種は研究チームに渡して来年の苗まきに備えます。来年も満開、満開で必要な、満開でもない、満載でもない、大量に大量にしとこう。大量豊作祈願しまして、最後の漬物をいただきたいと思います。祈願しまして最後の漬物をいただきたいと思います。今日もまずはやっぱ皆さん、たくさん食べて補充しましょう。それではおやすみなさい。私リカちゃんよ。昨日のハイキングとっても楽しかったわ。空気のいいところ歩くっていいわよ。だからお腹がすぐ空いてすぐ食べられて、リカまた行きたくなっちゃったな。今度はあなたと一緒に行きましょうね。楽しみに待っててね。